stay around. きちんと合わすか酒飲むかどっちかしかございませんので変な口になんとなくねだから見たらなんてそういうもんでございますわ、ほんまにね残念なもんでございますから、それでは、次の曲は、途中でチョーキングしながらチューニングを合わそうと思いますシェランドブレグラン
Strong, I'm not dancing.
出せない。そうメールだと変えましてね、本当に変えた方がええんやけどね、送るのが分からへんなりましてね、誰に送ってない、誰に送ってないか全然分からんなってきましてね、あの実はあの私は本当に機械文字でございましてね、あのメール送ってちゃんと使えへんかったらデーモンなんたらが返ってくるわけでございますよね。デーモンデーモンさんからメールが来たもんね。最近デーモンさんからよく来たとか思ってまして、まあね、先ほどやっとそのデーモンで分かりましたけどもね、実は今年のミステリーです。5月の30、30、31日やったかな、同日でございますけどね、最後の同日でございますけど、ちょうどの多分予定だった宝塚の春のフェスの翌週でございましてね、なるわけでございますけれどもね、その時にはチケット代って言いますかね、あの参加費は多分3000円でいくと思うんですけども、3000円の受付のブースの横に祝い金1000円と置いてますから、ね、はい、あの一口1000円でございます。二口でも二口でも結構でございます。そう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 でございますね。ほんまにね、お前来へんかったらな、ただの詐欺になるからな。ほんまに、で、まあ、あの彼女もね、新しい旦那にだけど、ね、これこれこれ、あの仕方だった。初めての初めてなんておかしいな。ダメがあるかしらしでございますけどもね、北海道絶好調。北海道のね、あのどこかな、函館からちょっと奥に入ったところかな、ね、箱剣というギター弾きでございます。顔はいますよ、若いわ、ギターはうまいわ、歌はうまいわね、ほんまに若い時の私みたいなやつでございますけどね。あ、そう、ありがとう、ごめんな。え、まあ、あの、ハガケンタってな、ギターは弾ける、歌は弾ける、私、バンジョーが弾ける、MC はできるってね、まあ、そういうわけでございますけども、そのハガケンタという彼とね、結婚するわけでございますけども、実はあの彼女がね、まあ、北海道行ってしまうと、ね、まあ、2、3年帰ってくると思いますんでね、2、3年も帰ってくるんだって話でございますけどね、そう言ってきましたけどね、はい、まあ、そういう、もうこのセットの、もう短いなと。で、まあ、あの、関西こうガーッとツアーしてるわけでございます。関西がツアーしてて、大阪と京都だけでございますけどね、はい、そういうわけでございまして、その、次の曲、あ、じゃあ、次ちゃうんや、あ、そうやろ、あ、そうや、思ってるよかった、でもどういうのか、カップしとかなかな、ということでね、今こうやって何を引っ張ったかで、次の曲はこのヒドラーのね、ヒドラーの、枝木亜紀をフィーチャーいたしました、ね、もうこの曲大嫌いですよね。もう何が嫌いってね、そうそうそう、バンド弾きもあると思うんですけど、このメロディーがたくさんたくさん動くの困りますよね、これ ね、メロディーは頭に入ってるんですけど指が動きない、今日もあのリハーサルでね、バンドをちょっと練習したんですね、こう右手はねスクラックスのように戻ってきたんですけどね、左手がベラのように動くんですわ。ほんまね、両方がね、つながりゃいいんですけどね。それでは次の曲が枝木亜紀の、ケニー・ベイカーを彷彿と、ほんまかいな、ケニー・ベイカーでいいかな、この曲ってね、はい、はい、曲でございます。ワシントンカウンティー、thank you.
で、みんなね、こんな幸せの時があったんですわ。そっから頭ね。先ほどね、実はあの私の職場の方が岡山からね、聞きに来てくださいました。で、まあ、娘さんが京都にいらっしゃるということでね、今、娘さんの、まあ、都合で岡山になったんですけども、ご家族でブルーグラスができて幸せですね。なもんか。はい、それでは。これね、ほんまね、あれでございますわ。家族でやってますとね、あの他人だったら許せるところを、あの身内だったら許せないっていうことがございましてね。あ、はいはい、分かってるよ、君らはな。そんなに俺やっぱり血はすごいなと思うんですよ。ハモったら、あのハモやるとね、綺麗にハモりますからね。私が入ったら崩れるのは、俺の血は入ってないから、ね。ほんまにね、そうでございますけどもね。まあ、ファミリーバンドっていうのはね、まあ、彼女ならもうあのファミリーでやってるわけですもんね。うちのバンド、2つのファミリーとね。一人の独自、なんて、まあいいわ。で、でございますけどね、ほんと、あれでございますよ。練習なんかしてましたらね、本当にね、チューニングですもね、お互いね、もうムッとするところがございますからね、はい、まあ、夫婦でございますからね、まあまあ、大人でございますから、そこそこ進歩するのは娘でございますわ。もうね、今でこそこうやって少し大人ぶってますけどもね、ぶってるわけでございますけどね、そのずれに昔が良かったんですけどもね、練習なんかしてましたら、もうなんかちょっと言われたら、パーってぐらいでね、歌えるのに、本当にこのクソガキとか思ってましたけどね。そんなあこんなのとっても苦労の詰まった CD っていうのがもう 4,5 年ほど前に、リリースさせていただきまして、今日実はね3、4枚車の中持ってきたんですけどね、忘れてきました。やっぱりね、そうそう、車に持ってますけどね、もう本当にこんなに風呂作業ございますけどね、はい、その風呂作業ちゃうわ。不良最後の若から陰極ってそんな危ない話もないですけど、しかしほど前にメイハッピーリターンズという、おしゃべってばっかりでお前曲やってへんやんか。ほんまよ、一人でやろう、エンデスの曲でございますけど、その CD の中から一曲出してもらったと思います。うちの娘が歌います、 Wish you this。Sometimes you get love, but it's not enough. Life seems to be
Bye.
so just come in. Thank you.
対アンちゃうか。これで、ね、失敗。Oh,
心相融。But my body will blacken and turn me into cold. Then I will come and go. Oh, my heavenly home. And I need a cold nighter to stay digging my bones. Well, it's dark as a dungeon, a day as a day. I can almost feel
んかいただけるなんて思ってなかったので、あ、すげー、あ、全然曲は用意してないんですI'm sorry.